スクパンリマポレムスリームダペルカサ、ムハンマドダウドは、アチェ王国のパンリマ。アチェ戦争における、アチェ軍指導者の一人、パンリマポレム8世の息子として生まれる。彼の家は、祖父パンリマポレム7世の第二、アチェベサールの領主となっている。成長後は、有力貴族トゥアンクハーシムバンタムダの娘と結婚し、1891年1月に、父の死去により、 パンリーマの地位を受け継ぎ、パンリマポレム旧世を名乗る。同時期に、スリムダペルカサワズイルム・アズミの称号を得た。アチェ博物館のオランダ人キレーターとパンリマポレム旧世、アチェ戦争の勃発後は、ウラマーたちと協力して、オランダ領東インド軍との戦闘を指揮した。1893年9月15日、トゥクーマールラ15人の軍事指導者が、 オランダ軍に降伏を装い潜入し、オランダ軍の警備隊として雇用されたが、1896年3月30日に、ウマールたちは武器、弾薬を強奪して、オランダ軍から逃亡した。その後、パンリマッポレ無休生は400人の部隊を引き連れて、ウマールと合流し、オランダ兵25人を殺害し、190人を負傷させた。しかし、 グレユエン軍の戦闘では27人が戦死、47人が負傷するなど損害を受け、1897年10月にはオランダ軍に各地を攻略され、ピディに撤退した。11月にピディに到着したパンリマポレム九世は、スルターンのムハンマド・ダウドシャーの主催する軍議に出席した。1898年2月には、ウマールがピディに到着して、 パンリマポレム9世の指揮下に入り、4月1日に、ウラマーやウレーバランと共に、ムハンマドダウドシャーへの忠誠を宣誓した。しかし、翌1899年2月に、ウマールが戦死し、アチェ軍は劣勢に追い込まれる。1901年初頭、パンリマポレム9世は、ムハンマドダウドシャーを護衛して、ガヨ山地に撤退し、オランダ軍迎撃の準備を進める。 1902年1月21日、ユルゲンウェップ隊員のオランダ植民地軍保安隊が、パンリマポレム旧世を捕獲するため進軍するが、パンリマポレム旧世が仕掛けた罠にかかり、大木の下敷きとなって戦死した。オランダ軍は、増援部隊を派遣し、1月30日から2月13日にかけて、周囲を捜索するが、パンリマポレム旧世はすでに、 ガヨ産地の陣地に撤退した後だった。パンリマポレム旧世の一族二人の捕獲に失敗した、オランダ軍は、ガヨ産地への攻撃を停止し、ムハンマド・ダウドシャーの家族を捕獲する方針に切り替え、1902年に、王妃、ガディン、第二王妃ムロン息子トゥアンク・パジャイブラヒムが、相次いで捕獲された。家族を人質にしたオランダ軍は、1ヶ月以内に降伏しなければ、 家族を処刑すると脅迫する。これを受け、ムハンマド・ダウドシャーは1903年1月10日にオランダ軍に降伏する。パンリマポレム9世は、ムハンマド・ダウドシャーから抵抗を続けるように命令されるが、1月24日にハンス・クリストヘル中尉の部隊に隠れがを襲撃される。パンリマポレム九世は脱出に成功するが、5月22日に家族が、 オランダ軍に捕獲される。これを受けて、パンリマポレム9世は、ヘンドリクス・コレインとの間で降伏交渉を始め、9月7日に150人の部下と共に、ロークスマウェで、オランダ軍のヨハネス・ファン・ヘウツに降伏した。パンリマポレム9世の墓オランダ軍に降伏した後、パンリマポレム九世は領地を安堵され、植民地成長の協力者となった。彼は1940年に死去するまで、 忠実なオランダ植民地支配の協力者として活動した。パンリマポレム旧世の死後、彼の息子は日本軍による来院作戦の開始にこうしてオランダ軍に対するゲリラ運動を主導した。ありがとうございます。